植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はヤーコンの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。日本ではまだあまり知られていないヤーコン、一見するとさつまいものような根菜です。オリゴ糖の含有量が高く、ダイエット食や健康食として注目を集めています。シャキシャキとした食感は畑の梨とも呼ばれています。それではよくある質問の一つ目です。土作りや植え付けに関して教えてください。地植えの場合、植え付けの2週間前までに苦土石灰を混ぜて酸度を調整しておき、1週間から2週間経ったら堆肥を混ぜておきましょう。プランター栽培の場合、深さ30センチ以上のものを用意し、野菜用の培養土、強化で野菜、野菜を育てる土がおすすめです。ヤーコンは種芋からでも、苗からでも育てることができます。植え付ける深さは10センチくらい、間隔は70センチくらい広めに取って植え付けましょう。種芋の植え付け適期は3月中旬から4月、苗の植え付け適期は4月から5月です。続いて2つ目のよくある質問です。水やりや肥料の与え方に関して教えてください。プランターで育てている場合、土の表面が乾燥していたらたっぷり水を与えましょう。地植えの場合は特別な水やりは不要です。肥料を与えないと大きな芋には育ちません。植え付け2週間後に追肥をし、その後は月に1回追肥をしましょう。根に肥料が当たると弱ることがあるので、肥料を土に混ぜ株元に寄せるようにしましょう。3つ目のよくある質問です。美味しいヤーコンを収穫するためのコツは。ヤーコンは放っておくと草丈が2メートルくらいにまで育ってしまいます。そうすると強い風で折れてしまうことがあります。高さ1メートル以下になるように剪定するか支柱を立てましょう。植え付けから5ヶ月から6ヶ月だった頃、10月下旬以降が収穫期です。地上部を20センチほど残して株元から茎を切り取り、株の周りごと芋を傷つけないよう丁寧に掘り起こしましょう。1株で10個前後収穫できます。最後にヤーコンの育て方の基本情報です。日当たりと風通しの良い場所で育てましょう。肥料は少なくても育ちますが、大きく育てる場合は欠かせません。病害虫には強いですが、ヨトウムシの被害に遭うことも、見つけたら早めの対策を。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。